今日はこの思考、はい、感情を、うん、この MBTI への招待、うん、ユングのタイプ論の応用と展開っていう、うんうん、こちらの本からやってみたいと思います、うんはい、ちなみに、うん、我らが、うん、カーシー博士我らがカーシー博士は、うん、この思考と感情の違いについては、はい、ユングは、うん、客観的な基準で選択する人を思考型、うん、シンキングと呼び、うんうんうん、個人的な基準で選択する人は感情型と呼んだと、うんうん、物事を選択する際に、うんまあ、この2つはどちらも有効だよねと、うんうんうん、どちらを選ぶかは、うん快適さの問題であると、うん、ある人は非個人的や客観的であることを快適に感じ、うん個人的な判断は不快に感じる、うんうん、だってそう思ったんだもん、うん、っていうのを、うん、あなたの感想ですよねって、うん、言われるわけですね、うん、言われるわけです、はい、またある人は価値観で判断することを快適に感じ、うん客観的やうん、論理的であることには関心がない、うんうん、極端な感情型は、うん、規則だからという決め方にはゾッとし、うん、非個人的な選択は人間性に欠けると考える、うんうん、あったかくないその考え方は、うんうんうん、ただ一方典型的な思考型の人間は、うん、感情を含んだ決断や選択を支離滅裂な行為だと見直すと、うんなんでこいつは自分の感情でそんな動けるんだろうって、うん、バカじゃないの、うんまあ、どっちも必要ですよねって思いますけどねでユングはもちろんどっちも必要、うんはい、で両者の違いとしてこのカーシー博士は、うん男性よりも女性の方が個人的な理由で選択する方を好む、うんうんうんまあ、10人中6人だと思う半々じゃんって思ったりするんですけど半々ですよね確かに女性は感情的であるという考え方の方が社会的に受け入れられていて、うん、したがって男性の方が思考を好むという傾向があるよと、うん、いうふうにカーシー博士は簡単に話すとそういう分け方をしていて、うん、思考型っていうのは客観的感情の人は主観的、うんうん、思考の人は原則、うん、感情の人は価値観、うんうん、思考の人は規則、うん、感情の人は情状酌量、うん、思考の人は謙虚であると、うん、で感情の人は説得しますと、うん、泣かぬなら、うん、泣かせてみせよう、うん、ホトトギスだと、うん、で思考の人は正義だと、うん、感情の人は人情やと、うん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 、なんて分け方がしてあるんですが、うんこれを聞いて隊長どうですか僕はだからどっちも分かりますよね出た出たはいだから自分の感情を正論化するための思考が必要みたいなところはあるからでもこう論理的にこれをやった方が正しいは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 いけど、はい、でもやりたくないものはやりたくないじゃんはいはいはい楽しいことやりたいよねっていうのも強い、はいはい、っていう、うんタイプ9エニアグラムでいうとタイプ9の隊長とこの放送は行っております、はいはい、ただ僕の中では、うん、やっぱりこのないものじゃないですか T が、うん、だからその あいつらにバカだと思われてんだろうなっていうのはずっと思ってる、うんうん、バカだと思われてんだろうなっていうのは、はい、あまあ感情で考えてるってことです、ね、あそうその感じてるんですよ感じてるけど、はい、本当にそうかどうかのデータは取ってないそうはいはいはいうん、あでハイヌスさんあけバカめとなりやすいのは、うん、外向思考が思機能の人が多いですけどねと、うんうん、あそうかだから内向思考の人は思わないまた違うんでしょうね、うんはいはい、なんで興味ないですよねあそれだあのそれだ、うん、どうでもいいんでしょうねどうでもいいんですよ、はい、あの人が感情的だろうがどうしようが、はい、自分はこれを考えたいから考えてるみたいなその辺はね、うん、すごい面白いです MBTI、うんうん、はい、ハイヌスさん内向思考や内向感情は、うん本人の感覚としてこだわりに落ち着きますので、うん、案外共感か、うん、客観かは鈍感、うん、内向思考の場合はなんで
この問題でこれも考えないんだろう、うん、と思うだけで、うん、あとは興味ないですね。あ、うんうん、興味ないになるんですね、うん、勝手に例題を出して申し訳ないですが、お二人は、うん、お二人は、うんうん、上下関係のない研究会で、うん、ハワイの学会に行くことになりましたが、うん、人数制限で一人だけ行けません、うん、その一人を誰にするかどう決めますか、うん、と聞かれたらどうされますか。ちなみにこれは有資格者の MBTI 認定ユーザーが、うん、TF を見極めるのに使用されていた質問です、うん、じゃあ隊長どうぞ。皆さんもぜひ考えてください。行きたい、自分も。要は上下関係のない研究会で、うんうん、ハワイですよ。ハワイです。僕ハワイ行ったことあるんですけど、うん、思ったよりいいです。うんうん、ちょっと今行ったことあります？ハワイ。ハワイはないです。ちょっとバカにしてません？ハワイのこと。してないですよ。あ、僕南国好きです。あ、ハワイはウクレレの、そうですね、はい、ハワイはめちゃめちゃいいです、うん、僕行く前はバカにしてたんですね、うんうん、あの新婚旅行っていうか結婚式ハワイであげたんですけど、はいはいはい、あ、なんでハワイ、うん、いいじゃん行かなくても、うん、その金かけてさ、まあ行きたいならいいけど、うん、っていうこの冷めたスタンスで行ったんですけど、うん、もう空港降りた瞬間に、うん、めっちゃ最高、うん、もう降りた瞬間になったぐらい、あ、いい。ハワイで上下関係じゃない、しかも、うん、行けるけど人数制限で一人だけ行けません、うん、その一人を誰にするかどう決めますか、うん、どう。じゃあ僕先行っていいですか、はい、僕だとすると、うん、体調行きたいだろうなって考えて、うん、僕いいですになるんですね。あ、僕も一緒ですよあ、僕どうぞ。行きたいって言われれば、あ、じゃあどうぞ。あ、僕もあ、僕いいです行ったことあるんで、うん、どうぞどうぞ。あ、それでいくととか、あの、うん、どうぞが出てきます。僕は、はい、どうしますかって聞きます。多分行きたいですか。なるほど。でその結果で、まあ、どっちでもいいよって言うんだったら、じゃあ行きますって。行きたいって言える。うんと、はい、行きたいって言われるとどうぞってなります、はい、なるほど、うん、だと僕の場合は、うん、逆に体調行ったらいいんじゃないですか。まずこれが出てくるんですね。あ、だからそこが逆ですね、はい、逆だと思うよ。それはちょっと逆かもしれません、うんうん、どうしますかって僕まず相手に振ります僕は体調どうぞになりますどうぞではなく、うん、はい、意見を聞く、はい、で行きたいって言われれば、はい、じゃあ行ってくださいってなるし、はい、あ、どうしようかなって、どっちでもいいんだよなみたいな感じだったら、はい、じゃあ僕行きますって。なるほど。僕はどうぞって言って、うん、隊長が言ってからネチ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 思うタイプです、うん、はい、そんな感じですね、はい、そうですね。でこれの答えは実際は、うん、思考のシンキング思考グループと、うん、感情思考グループで分かれて討論しますと、シンキング思考、シンキング思考のグループと、あ、フィーリング思考のグループで分かれて議論するらしいですね、うん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 、と。僕はどうしてもこうやって譲っちゃうんです、うん、どうぞ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 。そう、なんか僕もそうですよ。人間関係が大切みたいなっていう感じでした、うん、マリマリさんいかがでしょうかと、はいはい、じゃあちなみに、うん、今のこの感じだと、うん、フィーリングかシンキングかだったと、うん、体調はフィーリン グ, リング、あ、だから2人ともフィーリングだと体調は、うん、I、うん、N か S かで言うと、まあ、N か S かで S かなってなったりとか N かなってなったりあと ISFP の可能性がある。 ISFP、 あ、もともと INFP か ISFP で迷ってる。あ、なるほど、うん、ただシンキングもちょっと昔出たことあるんですよね。あります、あります、はい、うん、でも客観的に見るかどうかっていうと、はい、客観的に見るなと思ったけど今の感じでいくと、はい、あ、なんか感情かな、行きたいかどっちが行きたいかみたいな、はい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 、どっちが行くのが合理的かではない、はいはい、うん、でマリさん、私は研究会の中で一番貢献度が低い人が行かなければいいのではないかと思いましたと。もしその人がハワイにどうしても行きたいなら、うん、別の機会に研究会メンバーみんなで旅行で行けばいいと思いました、うん、一応学会は遊びではないので、うん、学会に関しては個人の意向を組むべきではないかなと考えた次第です、うん、マリさんっていうと、僕は学会なんて、うん、そんな大したことないでしょって考えてる節があるから、誰が行っても一緒でしょって考えてる節はある。あ、だからその学会の捉え方もありますよね。はい、はい、そう、ある。その、あ、定義問題になってきたそう、その会そのものに参加したいかどうか問題です。はい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 、
その行きたいものもあるわけじゃないですか、はい、世の中にはそういう懐疑的なもの、お金出してもね、お金出しても行きたいものもあるし、はいはい、お金出しても行きたくないもの、ある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 、こうもう避けたいものある、お金もらっても行きたくないところ、そうそう、はい、ってなった時に、まあ、その学会が学会に対する思いがどうかですよね、はい、まあ、定義は難しいですね、そう、入ってくるともうちょっと、うん、だ人それぞれその学会に対する思いが違うみたいなところが、はいはいはい、で私のところの F グループ、うん、フィーリングは、うん、1人分の旅費を増やす協議を会計課にかけようとしていました。1人だけ残すのはかわいそう、かわいそ かわいそう、感情が出てくる、人情が出てくる、うんうん、この辺はあれですよ、うん、心理テストみたいに軽く聞くのがいいと思います、うんうん、この学会の定義はとかになってくると、うん、ちょっと話が複雑化してくる。でもそこが決まらないと答えがバラバラになる、はい、人によって自分は学会なんて大したものがないって捉えてるけど、はい、それ多分シンキングですよ、はい、どうぞ、はい、けど人によっては、はい、その、まあ、学会行ったら何かを得てみんなにシェアしなきゃ、はい、なるほど、みたいな人もいるから、もう今この僕そわそわしてるのはもういいじゃんそういうのはっていうのが出てくるんですね。そこは僕としては逆にそこが定まってないと答えられないかなって思います。なるほど、うん、心理テストですよぐらい僕はなんか、あ、でもそっちの意味だったらこうなるけどこっちの意味だったらこうなりますってなるじゃないですかっていうのが M8 招待でございますと、うん、はい、